ノルディカスキーチームの藤井守幸です。僕の方からノルディカドーベルマン SLC の紹介をしていきたいと思います。セカンドモデルの SLR と同じ構造、同じサイドカット、同じプレートを採用しているのですが、トップシートはカーボンだけにすることによって徹底的な軽量化を図っています。 SLR の回転性能を生かしながら、より切り替えでの操作性を重視して、これからショートリズムを習得していきたい、カービングターンをこれから綺麗に描いていきたいっていう方のカービング入門のエントリーモデルに適していると思います。